生贄たくさん見届けてきたよ。集団生贄200人。マリサ、NHK の教育番組でこんな曲が流れたんですって。古代メキシコで行われていた、生贄儀式をテーマにした曲だな。受信料で何作ってんの?と大炎上したんだ。ポップな曲調がなおさら怖いのよね。看板穴の不倫、ストーカー行為による逮捕。NHK は近年、不祥事が相次いでいる。さらに、NHK の復讐心から、とんでもない映像をスクープした人がいるんだ。何それ、一体どこのどなたなの?今回は、NHK の相次ぐ不祥事や、年間の解約数がえぐい件にも迫っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。日本放送協会、通称 NHK は、日本の公共放送を行う事業体だ。1926年設立の、社団法人日本放送協会が前身。放送法に基づき、1950年に設立された。ニュースからバラエティ、教育番組に至るまで、NHK っていろんな番組があるんだよな。朝ドラや大河ドラマも有名よね。テレビだけではなく、ラジオや国際放送も行っているぞ。そんな NHK は放送番組の編集にあたって、公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実を曲げない、多角的に論点を明らかにすることなどが求められる。NHK と民放の違いって何なの?NHK は日本の放送法に基づく特殊法人で、受信者による受信料が主な収入源。それに対して、民放の主な財源は広告収入で、民間企業によって運営されている。なるほど、そういう違いがあるのか。そんな NHK だが、2023年7月18日に放送された教育番組、まやまやぽんが、ネット上で大炎上した。そもそもどういう番組なの?まやまやぽんとは、歌手でタレントのあのちゃんと、お笑いコンビトム・ブラウンのみちおさんが、古代メキシコの文化を紹介する教育番組だ。あのちゃんがまやまや、みちおさんがぽんくんに扮している。教育番組で古代メキシコ。チョイスが渋すぎるんだけど。実はこの番組、東京国立博物館にて、2023年6月16日から9月3日まで開催の、特別展、古代メキシコの関連番組なんだ。ええー、そうなのか。そんなまやまやぽんが大炎上したのが、7月18日の放送回、古代メキシコで行われていた、生贄儀式をテーマにした曲が放送された。あのちゃんとみちおさんが、曲に合わせて体操をしているのよね。曲自体はポップだが、歌詞がとにかくやばい。負けたら心臓捧げます。生贄たくさん見届けてきたよ。集団生贄200人。天国に生きたキャラクしちゃダメだよ。心臓ドクドク捧げよう。改めて聞くと怖すぎる。心臓ドクドク捧げたくない。ポップな曲調と踊りも相まって、曲の怖さが倍増しているわね。この過激な歌詞に対して、放送後に批判が殺到した。常軌を逸した内容。歌詞が頭いかれてる。公共放送でよくこれを流そうと思ったな。私たちの受信料で何作ってんの?古代メキシコで行われていたとはいえ、生贄儀式の曲を作ろうという発想が怖いわ。そもそも、生贄という言葉自体にいいイメージがないからな。遊戯王というカードゲームがあるが、かつて、生贄召喚というシステムがあったのをご存知かな?生贄召喚?下級モンスターを生贄に捧げることで、上級モンスターを召喚する召喚法だ。だが、テレビアニメ遊戯王 5Ds が放送された、2008年以降、生贄召喚から、アドバンス召喚に公式表記が変わったんだ。じゃあ、太陽の戦士マリーさんを生贄に、月明かりのレイムーンを召喚する際は、アドバンス召喚、って言わなきゃいけないのね。おかしいな。そんなモンスターは存在しないはずだが。あらやだ、私ったら勘違いしてたわ。アドバンス召喚に変更されたことでルールも変わったの?いや、ルール上は同じ意味として扱われている。世界的な人気を誇る遊戯王だが、中には宗教的な観点から、生贄を神聖な儀式と捉えている人もいるんだ。ほう、なるほど。また、遊戯王 5Ds の世界が近未来的で、生贄という言葉がそぐわないことも、アドバンス召喚に改められた理由の一つと言われている。子供への影響も考慮したんだろうな。そう考えると、NHK は子供への配慮が足りなかったわね。ただ、生贄儀式の曲の回は、夜の11時45分から放送された。まやまやぽんを子供向けと捉えるかは意見が分かれるところだろう。11時45分なんていい子は寝る時間だもんね。それにしても、過激な曲だわ。
まやまやぽんの炎上もさることながら、NHK は近年、アナウンサーの不倫、ストーカー行為による逮捕、局員による傷害事件などが相次いでいる。不倫に逮捕に傷害。どれもインパクトありそう。まずは2022年10月29日、文春オンラインが、NHK の阿部渉アナの局内不倫を報じた。まさかの局内不倫。阿部アナは、2009年から2011年まで、3年連続で紅白歌合戦の総合司会。また、NHK ニュースおはよう日本の、メインキャスターを9年間務めるなど、まさに NHK の看板アナだ。NHK の顔とも言える人が不倫か。で、お相手は誰なのよ。霊夢のヤジ馬根性が出てきたな。お相手は NHK の後輩である30代の A さん。しかも、A さんは既婚者で、子供がいる事実婚状態だったんだ。会社の後輩でしかも既婚者との不倫。阿部アナは2017年から2020年に、キャスターを担当した午後生で、デスクを務めていた A さんと、約2年の間不倫関係にあった。さらに、職務時間にもかかわらず、不倫行為に及んでいたとも言われている。まさかの職務時間に不倫、不倫ドラマかおまけの展開だわ。文春の直撃取材に対して阿部アナは、一切何も知りませんと回答。まるで他人事のような口ぶりね。しかし、不倫報道が出る2日前の10月27日、阿部アナは当時レギュラーを務めていた、毎朝、お体調不良を理由に欠席。そして、31日に番組の降板を申し出て、それ以降はリモートワークを続けていたとのことだ。一切何も知りませんって言っていた割に、番組の降板までしてるじゃん。阿部アナの局内不倫について、NHK はどういう見解なの？11月10日、NHK の前田晃伸会長は、渋谷の同局で定例会見を行った。その際、阿部アナについてこう語っている。私どもが調べる限り、職務規定に違反した事実はない。本人から申し出がありましたので、朝の番組を降板しました。これ以上申し上げることはありません。要するに、お咎めなしってこと？そういうことだな。阿部アナのその後についてだが、NHK の関係者曰く、2023年3月末頃に、昼の憩いというラジオ番組の、編集長職に就任したとのことだ。しれっと復帰してるじゃん。昼の憩いってどういう番組なの？視聴者からの季節のお便りを、朗読と音楽で紹介するゆったりとしたラジオ番組。阿部アナは番組の構成などを行っているそうだ。随分重要な仕事を任されているのね。阿部アナの不倫報道が出た際、NHK 局員の多くは、阿部アナは左遷か早期退職になると思っていた。でも、蓋を開けてみれば、お昼のラジオ番組でしれっと復帰。しかも、お相手の A さんも退職や転勤はしていない。NHK の看板アナの局内不倫は、うやむやのまま終わりそうだ。会見での前田会長のコメントもそうだけど、なんだかもやっとするわね。続いては、ストーカー行為による逮捕について。都内のマンションの敷地内に侵入したとして、NHK 札幌放送局の船岡久嗣アナが、邸宅侵入容疑で警視庁中野署に逮捕された。2023年2月21日に各メディアが逮捕を報じ、NHK も同日に発表した形だ。現役アナウンサーの逮捕。これまた衝撃的な事件だわ。船岡容疑者はどういう人なの？船岡容疑者は、1999年に NHK に入局。2010年に東京アナウンス室に移動し、スポーツ中継などを担当した。2022年8月、ふるさとの札幌放送局に赴任、東京五輪の開会式のラジオ実況を務めるなど、確かな実力のあるアナウンサーだった。そんな人がなぜ犯罪なんて。ことの始まりは2023年2月。船岡容疑者は、2月17日深夜から18日にかけて、20代の女性アナが住む、都内のマンションに侵入したとされている。どうやってマンションに侵入したの？女性アナの後をつけたのさ。だが、女性アナの部屋には知人男性がいた。110番通報された船岡容疑者は逃走を図ったが、マンションの3階から飛び降りて負傷。2日間の入院を経て、20日に逮捕されたそうだ。ストーカー行為をして部屋に侵入。怖さと気持ち悪さが一気に襲ってきたわ。しかも、3階から飛び降りて負傷って、どんだけテンパってたのよ。船岡容疑者の逮捕に対して、NHK は次のようにコメントした。職員が逮捕されたことは遺憾です。事実関係を確認し、厳正に対処します。さすがの NHK も認めるしかないか。なお、すでに NHK の公式サイトには、船岡容疑者のプロフィールはない。すでに削除されたプロフィールには、
ちょっと自慢したいこととして、今のところ、息子二人は父親を尊敬している、はずですと書かれていた。うわぁ、息子さんが気の毒。船岡容疑者の逮捕について、NHK の関係者も驚きを隠せなかったようだ。ふるさとの札幌で定年まで過ごすつもりで、充実した日々を送っていたはず。にもかかわらず、東京でのまさかの犯行に、局内では驚きの声が上がっている。NHK の局員にとっても、船岡容疑者の逮捕は寝耳に水だったのか。なぜこんなことになったのかしら？船岡容疑者は既婚だが、実は、被害者の女性アナに対して、ストーカー行為を繰り返していたんだ。不倫関係にあったとも報じられている。既婚者でありながらストーカー行為。これだけでも十分気持ち悪いけど、その上さらに不倫してたの。ある芸能記者は次のように語っている。NHK は男性アナも女性アナも、民放のアナのように遊べないため、身内に行く傾向が強い。船岡容疑者もそうだった可能性は高い。だとしても、遊びがどうこうしているわ。NHK アナの不倫報道って本当多いわね。まだまだ続くぞ。もう、お腹いっぱいよ。2023年7月8日、名古屋市内のマンションにて、NHK 局員が知人を殴り怪我を負わせたとして、愛知県警に逮捕された。お次は局員による傷害事件。逮捕されたのは、NHK 名古屋放送局のディレクターの男当時33歳。暴力を振るってしまったことは間違いないと、男は容疑を認めた。これについて NHK はどういう見解なの？ NHK 名古屋放送局は、次のようにコメントしている。職員が逮捕されたことは遺憾です。事実関係を確認し、厳正に対処します。これ、さっきも聞いた気がするんだけど、謝罪コメントのテンプレなのかしら。その後、7月14日に名古屋地検は、逮捕された男を不起訴処分とした。なお、理由は明らかにしていない。理由も明かさずってところが引っかかるわね。看板アナの不倫、ストーカー行為による逮捕、局員による傷害事件、NHK の不祥事は止まりそうもない。これだけ不祥事が多いんだもん。まやまやぽん、の過激体操もそりゃ炎上するよねって感じだわ。霊夢よ、安心しろ。NHK の復讐心から、とんでもない映像をスクープした人がいる。NHK の若手や中堅社員の多くが、こっそりと閲覧しているアカウントがあるんだ。お次はその話題なのね。でも、おかしいなぁ。私の裏垢、誰にも言ってないはずだけど、霊夢は NHK に復讐心なんてないだろ。っていうか、裏垢なんて持ってるのか。うん、周りの友達はみんな持ってるわよ。それはそれで怖い。NHK の実態や闇を暴いているのが、アンブちゃんというアカウント。NHK のアンブを知り尽くした元職員とのことだ。元職員のアカウントなの。でも、元職員なら内部事情にも詳しいわよね。2023年8月10日時点の、X、Twitter のフォロワー数は8674。アンブちゃんのツイートのほとんどが、NHK の人事、不祥事、番組批判に関してだ。まるで NHK の闇を暴くために作られたようなアカウントだわ。ツイートは非公開で、アンブちゃんから承認された場合のみ閲覧できる。また、アンブちゃんはノートも運営しており、X、Twitter よりもさらにディープな内容だ。アンブちゃんのツイートは非公開なのか。今日のアンブちゃん見た？ NHK ではそんな会話が交わされているらしい。アンブちゃんって NHK の元職員なのよね？一体どういう人なんだろう。デイリー新潮の取材によると、アンブちゃんは2007年に NHK に入局。地方局勤務を経て、東京の制作局で約10年間、朝の情報番組、お昼の中継番組、NHK スペシャルなどを担当した。ほう、なるほど。最後の1年間はチーフプロデューサーを任され、70本以上の番組を制作したそうだ。アンブちゃんは自身についてこう語っている。NHK 本社のディレクター職は、みんな僕の正体を知っています。SNS の発信は今の仕事と完全に切り分けて、通勤時間や休日などに行っています。知る人ぞ知るって感じなのか。アンブちゃんの正体、少しずつ分かってきたわね。アンブちゃんが NHK スペシャルを担当していた頃、コロちゃんが世界的に流行。科学番組を作った経験を活かし、アンブちゃんはコロナ報道に携わった。NHK が国民から一番求められている役割は、緊急報道だと思っています。未曾有の事態の中、コロちゃんの正しい情報を発信し続け、国民に貢献できた満足感があった。確かに、緊急報道は何よりも優先される情報だわ。コロナ報道に明け暮れる中で、アンブちゃんはそれを痛感したのね。実際、コロナ報道の視聴率は好調だった。
チーフプロデューサーとして番組を引っ張ってほしい。上司からそう言われたアンブちゃんは、2022年1月に昇進試験を受けたんだ。NHK の昇進試験ってどんな感じなんだろう。2021年1月に前田前会長が、人事制度改革を行った際、新たな昇進試験制度が導入された。新たな昇進試験制度？管理職は機関職に名称が変更。TM、トップマネジメント。M、マネジメント。Q、品質。業務管理。P、専門。という4つのランクに区分された。トップマネジメントっていうのが一番かっこよさそう。言葉の響きだけで選んでいるだろ。アンブちゃんが受けたのは、P、専門。制作現場で実質的に管理職をしていたが、結果は不合格だった。まさかの不合格。アンブちゃんの人事査定は最上位。しかも、NHK 職員の中でも数人にしか与えられない特別加算を、2回連続で得ていたんだ。にもかかわらず不合格。試験結果のフィードバックを見ると、評価が高かった欄には人材育成、悪かった点にも人材育成と記載されていた。何その不可解なフィードバック、長所は短所とでも言いたいのかしら。また、コスト意識とも書かれていたが、自分ほどコスト意識を持って視聴率を稼いでいるディレクターはいない。そんな自負がアンブちゃんにはあったんだ。アンブちゃんからすると、昇進試験の結果は不満だらけだったのね。いや、昇進試験の結果に不満を感じたのはアンブちゃんだけではない。評価が高い人が落とされ、評価が微妙な人がなぜか合格。そんな昇進試験制度について、NHK 内部で不満が噴出していたんだ。評価が高い人が落とされる。意図的に落としているとしか思えないわね。アンブちゃんは NHK の人事に駆け込み、前田前会長に直接メールまで送った。だが、試験結果は変わらず。アンブちゃんは次のように語っている。前田さんは人事制度改革を利用して、管理職に若い女性を増やしたかっただけだった。登用したい人は最初から決まっていたんです。若い女性を増やしたかった？人事制度をなんだと思ってるのよ。呆れて物も言えないわ。2022年7月、アンブちゃんは NHK を退職した。昇進試験の結果や、人事改革に対する怒りが、アンブちゃんの心に革命の火を灯した。一生 NHK と戦い続けると心に決め、退職から1ヶ月後、SNS にて活動を始めたんだ。一生戦い続けるってなかなか言えないわよ。アンブちゃんの覚悟を感じるわ。ノートに投稿した記事は200本以上。彼を突き動かすものは、NHK の復讐心。公共放送としての使命に忠実に働き、実績を残した人間に対して、NHK は昇進試験で無能のレッテルを貼った。不正をしたり、社内不倫している輩たちを、厚遇するあの組織が許せなかった。アンブちゃんの怒りを通して、NHK の問題点が嫌というほど見えてくるわね。ニュースウォッチ9の捏造 VTR が、2022年6月12日に BPO 審議入りしたが、この捏造をいち早く X、Twitter でつぶやき、告発したのがアンブちゃんなんだよな。そうなんだ。でも、いくら元職員とはいえ、アンブちゃんの情報網はとてつもないわね。実は、アンブちゃんには、NHK の現役職員たちが味方についている。コアメンバーとも言える約45人が、定期的に情報提供をしてくれるとのこと。匿名で連絡してくるので、連絡相手について、アンブちゃんは詮索しないそうだ。何その秘密組織みたいな感じ。でも、現役職員たちが味方にいるのは、アンブちゃんにとって心強いだろうな。ある NHK 職員が、実名アカウントでアンブちゃんにいいねをつけたところ、上司に呼び出され、激怒されたこともあるそうだ。それほど、NHK にとってアンブちゃんは無視できない存在なのね。そんな中、2023年1月に、稲葉信夫氏が NHK の、第24代会長に就任。4月には、前田前会長の人事制度について、検証するチームが立ち上がった。稲葉さんのように、前田さんが改革に対して一歩立ち止まってくれていれば、僕は辞める必要はなかった。アンブちゃんからすると、稲葉さんの会長就任で流れが変わったわけか。振り上げた拳を下ろす相手はもういない。そんな中、アンブちゃんは本音を漏らした。絶対に叶わないとわかっているけど、僕の今の望みは NHK に戻ること。あの仕事が好きでしたから。でも、NHK にふさわしくない職員を告発し続け。外部から NHK の健全化を図ること。これが僕の使命だと思っています。本心では NHK に戻りたいけど、今更後戻りはできない。アンブちゃんは茨の道を選んだのね。
アンブちゃんは、SNS での告発を、お金に変えようとは全く思っていないそうだ。告発の源にあるのは、NHK に対する復讐心。そして、愛情なのかもしれないな。随分激しい愛の鞭だけど、復讐心だけじゃないのは伝わってくるわ。というわけで、ここまで様々な不祥事を見てきた。なぜ NHK は、こんなにも不祥事が多いのかしら？ NHK は受信料という、継続的な収入があるが、毎年の予算と、経営委員会の委員の人事は、国会の承認を得なければならない。そう、NHK は政治的介入を受けやすいんだ。NHK といえば、報道姿勢についても何かと話題になるもんね。2022年に、NHK は、放送局廃止を求めた政党への報道が、偏っているのでは？と告発された。2018年度に、7000億円を超えた受信料収入。受信料制度を維持してくれる自民党に対して、NHK が忖度を行うことも珍しくないんだ。公共放送としてどうかと思うわ。民放地方局の経営統合が噂される中、受信料という名の、継続収入がある NHK は、まさにやりたい放題。その結果、規律の緩みや不祥事にもつながる。受信料で私腹を肥やしている、アンブちゃんもそう語っていたしね。霊夢よ、オーストラリア、イタリア、フランス、韓国などの公共放送は、日本の民放と同じように CM を流しているんだぜ。え、そうなの？オーストラリアは受信料まで廃止した。それで公共性が保たれているんだから驚きだ。NHK の公共性について、今一度見直す必要があるだろう。ほんとそう思うわ。では最後に、NHK の受信契約についてだ。そもそも、受信契約って解約できるの？NHK の受信契約内容を決めている、日本放送協会受信規約によると、テレビを捨てたなどの理由で、受信契約が必要でなくなった場合、解約することができる。じゃあ、テレビをなくしたんです、わり？テレビなんて普通なくさないだろ。NHK の受信契約件数については、2019年までは毎年増加していたが、それ以降は減少傾向にある。2022年度12月末時点の、受信契約は4133万件。2022年4月から 21.7 万件減少しているんだ。受信契約数って減少しているのか。霊夢よ、この 21.7 万件というのは、受信契約の解約数ではないぞ。新規契約と解約数の差が、21.7 万件ということだ。ほう、なるほど。2018年度の新規契約数は、353万件あったが、その一方で解約数が、290万件。差し引き、受信契約は63万件増加した。解約数には、住所変更の131万件も含まれており、引っ越し先の新規契約も、同じ数だけ増加していることになる。つまり、どういうこと？つまり、受信契約の純粋な解約数は、125万件になるというわけだ。125万件解約って相当な数よ。自分の YouTube チャンネルの登録者数が、一気に125万人減ったらって考えてごらん。私は恐ろしくて夜も眠れないわ。いや、どんな不祥事を起こしたら、125万人も一気に減るんだよ。YouTube お決まりの謝罪動画を撮るから、その際はマリサも付き添ってね。お、こ、と、わ、り。お断りだー。うわーん、断られたー。それにしても、NHK の解約数はなぜここまで多いのかしら？いきなり本題に戻ったな。解約理由は主に3つ。世帯合併に伴う解約、世帯消滅、危機故障や撤去だ。世帯合併に伴う解約っていうのは？両親と同居を始めた場合などだな。世帯消滅は一人暮らしの人が亡くなった場合。テレビの故障や撤去による解約も一定数ある。ほう、なるほど。2004年度の資料ではあるが、2004年度の新規契約数は134万件、住所変更を除いた解約数は165万件だった。そして、2004年度を含む5年間は、解約数が毎年160万件台を記録したんだ。解約数の内訳はどんな感じなの？廃止届による解約が約90万件のほか、受信契約者の転居先が不明となり、解約処理を行ったものが約70万件。つまり、受信契約の解約理由の半数近くが、転居先不明によるものなのさ。転居先不明による解約ってそんなに多いのか。受信契約、解約の真相、よくわかったわ。それにしても、集団生贄の歌や、アンブちゃんの存在には驚いたな。不祥事や問題だらけの NHK だが、公共放送としての役割を全うしてほしいものだ。
みんなは NHK についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。